皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。もう12月、今年ももうそろそろ終わりに近づいてきましたが、2020年を締めくくる2大天文現象がですね、すぐそこまで迫っております。今日は久しぶりに天文現象ネタを皆さんにお届けしたいと思います。双子座流星群と木星土星の超接近、この2大天文現象を今日は皆さんに紹介したいと思います。それでは今日も行ってみます。それではまずは双子座流星群から行ってみましょう。双子座流星群は三大流星群のうちの一つで、毎年毎年12月のだいたいこの中旬ぐらいですね、に見られる流星群になります。流星群が一番流れでこう見やすくなるっていう日を極大日って呼ぶんですけども、その極大日が12月14日の10時頃だったかな、昼間なんですよ。だからその前日の13日の夜か14の夜、15の夜ではないですね、はい、その13の夜か14の夜が、まあ、ピークであろうと。ただね、皆さんもお仕事とかね、学校とかあるでしょうから、その辺の都合から言うとその前の12日が土曜日なのかな、はい、そのぐらいが、まあ、見やすいのかなというふうに思います。まあ実際ですね、このまあ流星群も結構当たり外れがある中で、双子座流星群は比較的外れない流星群なんですけども、去年とか一昨年かね、結構ね極大日しか流れなかった記憶もあったんですよね。ただ、まあ、この間も私撮影行きましたけど、もうね結構流れてたんで、多分今年は極大日じゃなくても見えるんじゃないかなって思ってます。この双子座流星群ですけども、まあ今私外さない流星群って言いましたけどね、まあ、それにはちゃんと理由があって、まずこの時期って夜が長いじゃないですか。日が沈むのは早いので、まあ、星空を楽しむ時間が長いっていうことと、冬は空気の透明度が、とっても良いので、クリアな星空が楽しめる、まあ、イコール流星もね見やすくなるっていうことですよね。双子座流星群って言われるからには、こう双子座を放射点として、双子座からこう流れ星がこう四方八方に流れるわけなんですけども、他の流星群って、その、まあ、例えばペルセウス座流星群とかだとね、ペルセウスが昇ってくるのが深夜の1時ですよとか、そういう感じなんですけど、双子座は違うんですよ。双子座流星群の双子座はもう日沈むとね、ほぼ昇ってくる感じなんですよね。だいたい見頃としては8時ぐらい、20時ぐらいからこう双子座が結構いい高さになってきて、10時過ぎると結構ピュン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 飛び始めると思う。でまあ深夜1時、12時前後ぐらいがピークになるのかな。その時間には双子座が結構真上に来てて、真上からですね、こう流星が落ちてくる槍のような流星が楽しめるっていうのが双子座流星群の特徴なんですよ。流星群って英語でメテオシャワーって言うんですけど、マジでメテオシャワーっすよ。だから、双子座を中心にこういろいろ流星が飛びますよとは言いつつも、そんだけ双子座の位置が高くなるもんですから、どこ見てても流星が楽しめるっていう流星群なんですよね。だからまあみんなで、ご家族で、友人で、それから好きな人と、楽しめる流星群なんじゃないかなと思います。しかもですね、この流星群の時期っていうのは月明かりが結構重要なんですよ。月が明かりがあると見える星の数って減ってしまうので、月が出てない時がいいんですね。満月とかだと、まあ、見るのが結構大変、まあ、流星も明るい流星、暗い流星、いろいろありますからね。その明るい流星から暗い流星まで、たくさん見えるには月明かりがない方がいいんですけども、今年はですね、15日が新月なんですよ。新月っていうのは月が夜中昇ってこない日なんですけども、その前後っていうのは月昇ってたとしてもめちゃめちゃ細いんですよ。
早い時間に沈んだり遅い時間朝方に登ってきたりとかねするんですよ。だからもう月明かり的にも好条件、まさしく好条件、人それを好条件と呼ぶわけですよ。今年の双子座流星群は見逃せません。じゃあどこに見に行こうとかっていう話なんですけど、双子座流星群は比較的明るい流星なので、まあ、思いっきり都会じゃなければ結構見えると思います。ただまあもう満天の星をですね楽しみたい、その中で流星を浴びたいっていう方はやっぱりそれなりのところに見に行かなくちゃいけないですよね。じゃあどこに見に行けばいいかっていうと、私過去の動画でですねこういうふうにですね、どこに行ったら星が見えるのかっていうのを解説してる動画がありますので、これぜひチェックしてみてください。この時期の防寒装備結構甘く見るんですよ。一桁台、例えばね5度とか6度とかのとこですんごい着込んでってですね、車から降りた瞬間にあちょっと寒いけど大丈夫って言ったらもうダメですから、もう30分も入れないですよ、ちょっとでも寒いと思ったら。だから寒くないって思うぐらい厚着をするのがベスト。スキーウェアぐらい着ててください。スキーウェアぐらいで、私がおすすめしているのは春回路ってあるじゃないですか、体にこうペタペタって春回路、コンビニでよく売ってるやつですね。あれを大動脈沿いに買ってください。大動脈大事です。こう脇の下とか、あとこの肩のここの首の付け根とかね、あとは溝落ちとか、太ももの付け根、膝の裏、足の先とか、まあそういう、太い血管が通ってるところに春回路を貼ると、そうすると血が温まるんですね。あったかい血がこう体を循環しますので、その上から防寒していけば寒いと思わない感じです。これすごくおすすめなんですよね。だから私はこう汗かきやすい、汗かくこともあるので、汗かいた時のためのこのスポーツ用のなんかピタッとしたやつあるじゃないですか、ああいうのを着た上にモンベルっていうね登山メーカーのそのなんかヒートテックみたいなやつがあるんですよ、厚手のやつが。それを着てその上からカイロ貼る、もう本当に10枚ぐらい貼りますね。まあ私はその数時間撮影をするので朝までやりますから、そこまで耐えるにはね10枚ぐらいカイロを貼らなきゃいけないんですよ。なんかそんな感じで、防寒をしています。注意事項としては結構あったかすぎてそのまま寝ちゃったりするんですよ。だから低温やけどには注意をしてくださいね。あとはあったかい飲み物かな。でね、コーヒーとかカフェイン系のやつとかは体温を逆に下げてしまう効果があったりしますから、まあ温かければ何でもいいんですけどね、中華スープとかコンソメスープとかそういうのがいいのかな。まああったかい飲み物なんかボトルに入れてね、なんかこんな感じのボトルに入れて現地で飲むようにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、次がですね、私が、今年の春からもうずっと楽しみにしていた天文現象です。木星土星の超接近っていう天文現象ですね。木星ってまあこういうやつですよね、はい、で土星ってこういうやつなんです。これが近づくって言ってももう極端に近づくんですね。木星土星って20年に1回ぐらい近づくんですよ。まあ、近づくって言っても本当に距離的にはもうめちゃめちゃ離れてて、ああなんか並んでるねぐらいの印象です。なんですけど今回は、もう1個の星に見えるぐらい、こうパッと見た目が、こうやって見たら木星土星見えるんですけど1個の星にしか見えないようなぐらいまで近づく。で天体望遠鏡で見ると2個に分かれてる、しかもそれぞれが見えてるわけですよ。イメージ図はこんな感じですよ。こんな感じ。これなんか140倍とか50倍ぐらいの倍率でこういう風にね見えるっていう話なんですよね。これね激アツですよ。こんなん見たことないから、それもそのはず397年ぶりらしいですよ。前に起こったのが江戸時代なんですって。多分ね、そんなことが起こってるともつゆ知らず皆さん過ごされてたんじゃないかなと思いますけど、まあ我々は知ってるわけですよ。見える日が12月の21日と22日かな
その2日間がだいたいその一番近づくんですって。でその頃西の空低く、すごく低いです、夕方が終わりかけただいたい17時ぐらい5時ぐらいから多分木星土星が見え始めると思うんですよ。その時間、だいたいですね拳で2個分20度これで伸ばしてこれが10度ですからだいたい20度の角度に、木星と土星が光っているはずです。南西の空が開けてて20度っていうところで見るといいと思います。標高の高いところから見るのも OK ですね。12月17日にはそこそこ木星が土星が近づいてる上にそこに三日月も入るっていうね、まあ、すごい綺麗だと思いますよ。なんか楽しみだな。そんな天文現象がありますんで天体望遠鏡今ご自宅の物置に眠ってる方は今のうちに出してねどうやって使うんだっけって思い出してくださいね。だいたいこういう天文現象の時って天体望遠鏡メーカーにはですね電話が結構来て久しぶりに望遠鏡を出したんだけどあのパーツがないこのパーツがないってでもこの天文現象があるからそれに間に合わせたいんだけどみたいなねそういう問い合わせが増えるんですよ。皆さんもそうなるかもしれない。早めにやっといた方がいいですよ。この時期って山の稜線とか結構綺麗に見えるぐらい晴れるじゃないですか。なんでまあ晴れればすっきり見えるんだろうなという感じはしますよね。はい、というわけで今日は以上になります。いかがでしたでしょうか、ね、今年の終わりに楽しみな天文現象が待ち受けております。2020年もいろいろありましたけどもまあこうやって最後にねみんなで綺麗なものを見ながら来年に向けてまたいいスタートが切れればいいですよね。まあそんなしみじみするにはちょびっとだけ早いですが、この双子座流星群と土星木星の超接近、皆様も楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようならバイバイしたっけねバイバイ。